こんばんは、日常 M です。本日はこちら、ミスタードーナツ×抹茶ドーナツ2024年版第2弾を食べたいと思います。まあ、今回は抹茶というよりもほうじ茶ドーナツなんですけどね。こちらにある生ポンです。あ、ちょっと待ってね。生サムネで見せ、先ほどの画像で見せ、写真で見せた生ポンデリングが商品です。第1弾とは違った美味しさがですが、それだけだと物足りないので、ちょっとそれよりも少し前に発売されたこちらのジェノベーゼパイやカレー、おっとっと崩れちゃった、カレーパン、さらにレモンチーズマフィンも食べていきたいと思います。それでまずはですね、やっぱり主食からいった方がいいかなと思うので、ジェノベーゼから食べていきます。抹茶ドーナツも楽しみだけど、まずは主食からいただきます。まずはサクッとパイを食べてからドーナツに行こうと思ったんですけど、ね、パイが思ったよりすごいなぁ。まあ、ミスドのパイはインスプランからすごいですけど、今日のは特に口の中でうわ味が広がってきます。サクッとした音もいいですね。去年の検証で当たったバルミューダのトースター大活躍してますよ。さらにもちっとした食感のほうじ茶粉、香ばしいほうじ茶が広がってくるポンデリングも美味しい。で、あ、マフィンも忘れていました。さっぱりとした甘酸っぱさがシュワッと広がるマフィンもポンデリングやパイとはまた違った美味しさがあっていいですね。ミスドのマフィンも侮れません。詳細な味のショーレビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。まず最初に食べたジェノベーゼパイですけど、口の中に噛んだ瞬間にサクッという心地よいパイの音とともにバジルの風味がふわっと広がってきて、パスタとはまた違った美味しさがあってよかった。パスタに絡めるのもいいですけど、パイの中からじわっと広がってくるジェノベーゼもまた美味しいですね。バジルって結構奥が深いのかな。同じくサクッとした生地が美味しいパイの中から広がってくるカレーもピリッと結構刺激があるんですけど、ただ刺激があるだけじゃなくてコクや旨味も感じられる、ご飯にかけても美味しいであろうカレーになっていてよかったです。いや、ご飯よりもパイだからナンの方が近いのかな。続きまして食べましたのはほうじ茶生ポンデリング。生ポンデリングのもちっとし感がより強い生地とほうじ茶の香ばしさの相性はバッチリで、噛むたびに口の中でふわっとほうじ茶の香ばしさが広がってきました。ただのポンデリングとはまた違った美味しさがあってよかったね。一旦味を変えるために口に入れたのがレモンチーズマフィン。レモンの爽やかな酸味が口の中でシュワーッと美味しかったのですが、チーズはどこに行ったのかな。ちょっと弱い気がします。コクやチーズの酸味もあんまり感じられなくて、完全にもうレモンの独壇場といった感じでした。なのでチーズを求めるとがっかりされるかもしれません。反対にレモンがお好きならぜひ食べてほしいです。そして最後に食べた黒ほうじ茶黒蜜きなこ生ポンデリング、これも抹茶なのかな。ほうじ茶が密度があってかかるので若干食べづらさはあるんですけど、口の中で香ばしさとはまた甘さが広がってくるお茶になっていて、さらにきな粉のお茶とはまた違った香ばしさもあるので、より香ばしさ香りが強い味になっていましたね。なのであなたがきな粉好きお餅好きならぜひ食べてほしい。黒蜜の中にあるほうじ茶もしっかりうまさを届けてくれましたよ。ですが自分はほうじ茶が生地の中に練り込まれている通常の生ポンデリングの方がお茶の風味をより口の中で広げて感じさせてくれて美味しいなと思ったので、今回の代表として5点とさせていただきます。それで本当に一瞬だけの恋になって終わってしまったのでしょうか。というわけで今回はミスタードーナツ、抹茶ドーナツ、いやお茶ドーナツって言った方がいいですね、2024年版を食べてみた動画でしたが、あなたは食べたいと思ってもらえましたか。もし食べたいと思ってもらえたのであれば、ぜひ食べていただけるとレビューした私も嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるともっと嬉しいです。それではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。